古代の帝王らがこぞって求めた仙道の秘宝丹薬。秦の始皇帝も自らを不老不死とするためその禁断の薬を望んだという。しかし絶大な力を与える丹薬は世に災いもなしたとされ、秦が倒れた後も戦や権力をめぐる暗闘の陰には必ず丹薬があったともいう。時は流れ漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとしている。兄者、我らが弟の勢いをご覧に。皇天の世は目前ですぞ。天下大吉、天下大吉。お助けくださりありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ、藤の丹田を持つ者よ。これでようやくわしの宿願も叶おうて。あなたと一緒なら勝機はあります。その曲はお守りと思ってください。あなたの窮地を救ってくれるでしょう。これ以上の非道は許せません。行きましょう。蓄えた木から生成した薬です。傷を癒す効果があります。ここは通れそうにありません。あの櫓を乗り越えれば。見込み通りです。あれを落とせば踏み台にできそうですね。相手を侮ると痛い目に遭いますよ。そういう賊になり下がってしまったようです。一体何が彼らを。この村の王様の屋敷です。ロイ、黄金は年老いた剣を容赦がないようです。回り道を使いましょう。私も実は戦火を逃れてこの村に流れてきたのです。役人であった父は撃たれ、身内も行方が分かりません。故郷に戻り親族に会える日が再び来ると良いのですが。だいぶ倒せたようですが、まだ油断はできません。そうだ、無事に彼らを追い出せたら私の家に寄ってもらえませんか。改めてお礼をさせてください。そんな気がします。勝機をつかみ取りましたね。一人でも多く生き延びてくれていればいいのですが、危険な気配を感じます。お気をつけください。なんだてめえら、俺たちに歯向かうやつは生かしちゃおかねえ。命乞いしてみせろ。ちくしょう、なんでこんな凄腕が嫌がるんだ。俺は人工将軍大金漁師の弟。兄者の信頼を裏切るわけには。It was here. 白いシミじゃろ嫌な予感がします。待ってください。嫌な予感がします。備えてください。見事は勝機をつかみましたね。これで村も救われ、我が手に何を落ちよ。王竜、噂にたがわぬ力よ。あなたはこの乱世を治めるのに必要な人。死なせはしません。